天野山カントリークラブは大阪府堺市南区別所に広がるゴルフ場である。天野山金剛寺は1963年河内長野の観光開発のために事業を開放した。天野山カントリークラブの計画は大阪服装雑貨配給組合の井山慶次郎が提出した提案である。天野山カントリークラブ新設計画はゴルフ場を建設し隣接して 高級別装置各種スポーツランドを作る構想だった。1963年7月、新たなゴルフ場建設に向け母体会社、大和開発観光株式会社を設立、社長には、井山慶次郎が就任した。役員には、大森里弁孫女、弁天衆館長も加わった。1964年2月、天の山カントリークラブを設立、コース設計を、 町田義雄に依頼、設計監修を杉原照雄に依頼した。町田は、数少ないチャールズ・ヒュー・アリソンの影響を受けコース、設計家で東京ゴルフクラブ、浅香コースで詳細設計を担当した経験がある。1966年7月3日、18ホールのゴルフ場が開場された。1987年7月、東コース9ホールを増設。ゴルフ場は、 チャンピオンコース36ホールの同一敷地内に、天の山パブリックゴルフ場のショートコース20ホールがある。通常は2ホールをクローズして18ホールでプレーするようになっている。日本のプロゴルフメジャー大会の一つ、日本プロゴルフ協会主催競技でもあり、日本選手権大会に相当する日本プロゴルフ選手権大会などの大会開催の実績がある。 郵便番号5900135大阪府、堺市南区別所百5 4 9の46番地鉄道道路。ありがとうございます。